シーズン。いや、不甲斐ないですね。このチームに入れてもらって、もっとやらなきゃいけないけど、それができなくて。そうですね、自分の思ってるプレーができなかったり、まあ、そういったところが、まあ、悔いに残るシーズンでした。まあ、満足いくものではなく、もう少し試合に出て、みのちゃんの負担を、まあ、軽減できたらなとは思ってたので、チームチャンピオンシップ、今回の全国大会も含めて、優勝を目標にチームとして活動してきたんですけども、まあ、結果としては今一歩のところで終わったんですけども、まだチームが復帰して、まあ、2年目というところを捉えると、まあ、成長していく段階では、いい方向にはいけると思うんですけれども、まあ、大会で東海予選、東海リーグ連覇できたし、そこでチャンピオンシップベスト4で、全国大会もベスト8。去年はちょっとやっぱなんか試合中もビハインドの時に、まあ、暗くなって自分たちでペース乱すっていうシーンも多かったんですけど、そこを点取られても逆転するっていうゲームが今年はすごい多くて、そういうところでも成長はしている、成長していくいけるチームだなって思いました。Bサッカーを始めてみて、まあ、バビアティン見え BS は、まあ、ここのレベルが非常に高くて、自分自身のレベル高いところでやれてるっていうのが非常に自分にとってプラスになってると思います。東海大会の予選、まあ、3チームの、リーグ戦で、1位だけ上がれるっていう、1位と2位が上がる状況なんですけど、その時に交代1人で12分3本を2試合戦った時があって、ものすごい炎天下で暑くて、まあ、みんなきつかったんですけど、まあ、そこをみんなに乗り切って、東海大会優勝できたことが、まあ、一番印象に残ってます。今年は本当、まあ、もともと雰囲気もいいですけど、まあ、プレーの質もだいぶ上がったし、まあ、もちろんフィジカル面でもあって、まあ、その中でこうやっぱ波がやっぱあるっていうのは、そんなにちょっと改善されてないというか、でも、あの引きなかったのに、あの明石まで負けたなと、ちょっとずるずるいくかなって思ったけど、あそこを一気にみんなガラッと切り替わったら、ああいう姿はやっぱ成長したなっていうのが一番印象深かったというか、なんか久々にちょっとしびれたというか、なんか表現するとグッとくるものがちょっと感じた、鳥肌は立ってないけど、なんかそんな感じの感覚をなんかあの時感じて、あの時すごい、あ、ちょっと成長したなっていうのを感じました、まあ、チームとして多分一人一人見てもそうだけど、やっぱチーム力がグッと上がった気がしました。タイトル取れなかったのが一番残念ですけど、まあ、ただ自分なりに今シーズン一生懸命やってきたし、まあ、去年よりもまた一つレベルアップはしてると思うので、またそれを来年につなげていければいいかなと思います。まあ、ちょっと自分がビーチサッカーを始めて初めて の全国大会に出た時と逆の立場だったかなっていうのがすごい感じて、自分たちを見て自分たちと対戦した中でビーチサッカーに進んでもらえたらなっていう気持ちがちょっとあった。今までは、まあ、自分たちが勝って
で次のステップに行きましょうっていう考えだったのが、チームを立ち上げてから、まあ、そういうところも考えるような結果を出したかった大会ではなくて、まあ、これが、まあ、約2年ですけど、まあ、これが長い歴史の中で、まあ、みんなの選手それぞれ若い選手にベテランも含めて、糧になるようなそんなシーズンだったかなと思います。